夢ラジオ第六千百六十回。今日は令和六年三月二十一日木曜日です。時刻は午後四時横浜港北まぶしい午後となりました。リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。とっても良いお天気の一日で、まあ普段ならランニングに行くのですが、今日はなぜか。 もうずっと寝ていましたねたまにはこんな日もと天気の良い日に家にいるとなんか損したような気持ちになるんですが、まあ、しょうがないですその代わり午後4時早い時刻に夢ラジオの放送をいたしましょう今回は「ドジャーズが水原通訳を解雇」こんなタイトルです 今朝のニュースでで衝撃でしたね水原一平さんといえば大谷翔平選手が日本ハムファイターズにいた頃からの仲間で大谷がメジャーデビューするということになるともう通訳は水原さんでということで一緒に。 アメリカに行ってロサンゼルスですねでその単に通訳するだけじゃなくて一緒にキャッチボールやったり走ったりそしてドライブに行ったり食事したり大谷選手をもう全面的に支えていたそんな 人なんですよで、まあ、私も英語の先生ですから水原さんの英語ですねその大谷がインタビューを受けるときに水原一平出てきますからその英語はまあチラチラ聞いてはいたんですけどああいう時の通訳ってその言葉を全部訳してないんですよ。 だからその中の大事なところだけピックアップしてあの訳してるだけだから本当の訳ではなくて大事なとこだけただしお互いが一卒できるようにとそこら辺のところはしっかり押さえていてですからあのどこを訳してどこを訳さないか、まあ、この辺が通訳のセンスなんですけどそれが非常にあるまたあの英語も上手な。 だだから英英語語け聞いいてれば、ちょっと日本人の英語ではもうないしかもあの俗語をしゃべってる場合も多いんですけどねそのスラングに対してもきっちり対応してるっていうあ英語力すごいと。しかも水原さんの実力っていうのはその単なる語学力っていうんではなくて要するに大谷を支えられると。特にこれまでは結婚もしてなかったから大谷が独り者で。 何かと支える人が必要だったそれが水原だったわけだ、ね、なんかギャンブル依存症でスポーツ賭博にはまってしまいでカリフォルニア州では違法なブックメーカーこのブックメーカーっていうのはその賭博を主催する団体なんですけど。 そのブックメーカーに借金が450万ドルできて日本円で7億円でそれを大谷選手に肩代わりしてもらっただけど肩代わりしてもらったってことは大谷がそういうブックメーカーに直接関係を持ったということになりますから最初はそういう報道だったんですけど急に変わって。 あの大谷のお金をなんか盗んだとそういう報道に変わったんですよ最初は大谷があの水谷の水原のか水原のその借金を立て替えてつまりこのままお金渡すとまたギャンブルやりそうだから自分が払っとくって言ってその450万ドル払って。 だと7億円ですね。けどそれだと大谷に迷惑かかるってことで、あの盗んだ英語ではセフトという言葉に変わりましたね。この辺はもうこれから真相が出てくることはないでしょう。でおそらくはこれからはこのセフト窃盗ということでこの事件はずっと語られていくと思います。じゃないと大谷が本当に ね、水原のためをもって振り込んでたら大谷がその反射にお金払ったってことでこれだともう下手したら MLB でプレーできなくなりますよ。しかもこれ今初めて知った話題じゃないよね。ずっと前からもう大谷知ってたんだよねこれ。水原 さんがギャンブル依存症だってことは。だからそういう面も。大谷これから問われると思いますよ、非常に。あの。まあ大きな問題なんです。で。世間も大騒ぎしてますね、今日は。まあギャンブル依存症というのはこのようなもので、いくらお金があっても足りないんですよ。それこそ昔大王製紙。 ってこれ今もある会社なんですけど紙作ってる会社の社長さんがですね100億円超えてましたねなんか溶けるって自分で本書いてましたけど溶かしちゃったんですよ100億円あのギャンブルでマカ顔だったかうんなんか最近 YouTuber としてよく出てらっしゃいますよねあの元社長さん そんなもんなんですよ。だから、水原さんって大谷選手にとってはかけがえのない人ですから、あの億単位でもらってたと思うんです、報酬は、大谷から。別に水原さんに2億ほど払っても、毎年100億ほど稼いでいたら、 どうってことなないいじゃないですか。その100億稼ぐうちのあ日本円で言ってますけど日本円で100億大谷が稼いで毎年でまあ税金も取られるから60億ぐらいにしましょうかで60億のうちの2億をあの水原に払ったとしてもそれでもういつも安心してプレーができるのはこんなの安い経費じゃないですかだから水原さんはもう 何にも困らないはずだったんだよね普通にやってればあの奥様もいてそれこそ夫婦で写ってたじゃないですか写真にソウル行く前の飛行機のだけど、まあ、ギャンブル依存症っていうのはこのように恐ろしいんですよお金がいくらあっても足りない自分で2億稼いでいても大谷に7億補填してもらってもこれここで 明るみに出なかっったたまだやってたと思うよでいつかもっとでっかい額でもっと大谷に迷惑かかる形で発覚する恐れもあったわけだねだからもうここでここで明るみに出さざるを得ないだからドジャースの球団側も別に昨日知ったわけじゃないもう彼らがアメリカからソウル行く前ぐらいにはもう知っててでもうこれ以上伸ばせないということで 今回の発表で昨日の試合でなんかずいぶん盛り上がりましたよねダルビッシュと大谷の対決で大谷が5打数2安打活躍しましたあとあわやホームランみたいな打球そしてパドレスのショートに阻まれたけどヒット性のあたりだから大谷あいい調子だなと昨日は思って今年は期待できると みんな思ったはずなんですけど一夜明けて日本時間の今日の朝にこんなこんな失望させるニュースですね。まあ、水原さんはもう、まあ、今までのお金も多分残ってないかもしれないですねこのギャンブルにつぎ込んであれだけ稼いでいてもしかもこのことやっちゃったら全てがパーで。 まあ、ギャンブル依存症は恐ろしいっていう一言につきますこれからは大谷選手がどこまで攻められるのか今回の件でねそこにかかってくると思いますただしもうスーパースターで MLB としても大谷が出ないあるいはドジャースとしてもね大谷が出ないってことはありえないでしょうからまあ適当なところで線引いて大谷は関係なかったとなるでしょう。で 実際大谷はギャンブルする選手ではないのでそこは大丈夫ですよね。で早くまた専属の通訳見つけてというこういうことになりますね。夢ラジオ今回はドジャーズが水原通訳を解雇木曜日です。